これね、そうなんですよ。やっぱ 回転がね。いやー、今でもこれやりますね。なんか怖いですね。そうそうそう、一本間違えたらぶつかるじゃないですか。あれぶつかっても大丈夫なんですよ。ローラー当たっても大丈夫なように。もうそうなんですか。はい、固形飲んですよ。そうなんですか。はい、早いですかね。前ね、今何キロ出てるんですか。50キロ。いやいや、まだ。学生、大学生相手でも強いですからね。中長距離でも短距離も速いし。村上さんはこういうこと何年ぐらいされてるの。いや、昔ちょっとやっとっただけで。はい、ちょっと、はい、これいい機会ですね。はい、おおおはいはい。